日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は僕について。僕ですよ。僕、はい、おはようございます。日本語コンテッペの時間ですね。元気ですか？僕は元気ですよ。皆さん元気ですか？今日からですね、何回かに分けて僕について話してみたいと思います。このポッドキャストではいろいろなことについて話してきましたが、僕の話をあまりしていないですね。だから今日からちょっと僕のことを話したいと思います。まず僕の名前ねまあ知ってますよね。日本語コンテッペイのテッペイですね。僕の名前はテッペイです。僕は今41歳ですね。41歳。僕は結婚をしてます。僕の奥さんはスペインの出身です、ね、奥さんはスペイン人です。僕たちには子供がいます。今まだ小学生です、ね、小さい子供がいます。今住んでいるところは東京です。東京に住んでます。東京は僕は結構長く住んでいますね。僕の出身ですね、出身地は大分県です。九州の大分県です。九州は日本の一番南にあります。まあ沖縄が一番南ですけど、沖縄の北、はい、九州、有名な県は福岡県とか鹿児島県とか、まあいろいろな県がありますね。長崎県、佐賀県、熊本県、宮崎県、そして僕の出身の大分県。僕の出身地大分県は温泉で有名ですね。温泉がたくさんあります。例えば別府という町や湯布院という町があります。別府、そして湯布院、この2つの町は特に有名な温泉の町です。他にもたくさんの温泉があります。僕の出身地、ね、僕の町、僕のお父さんとお母さんとおばあちゃんとお姉さんとたくさんの親戚が住んでいるところは温泉がありません。残念ですね。だけど、車を運転すればすぐに別府に行くことができるし、湯布院に行くことができます、ね。次回もっと僕について話したいと思います。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルゴ、またね、またね、またね。